祖文字が刻印された、青銅器、学君経近説祖文字は、古代中国のスワイの文字。中国では、旗の始皇帝が中国を支配し、文字統一する以前の上古文字、いわゆる古文に分類される、祖国文字とも呼ばれる。また、多くの文字は漢白に掲載されて発掘されたために、祖形漢白文字とも呼ばれ、または、祖形文字、稀に、祖文、み、祖あざとも記載され、 英語表記では、チュテキスト、チュテクス、チュスクリプト、チュキャラクターなどと記載される。六国、すなわち聖、祖、縁、藩、義、長の六国文字の一つで、古代中国の春秋戦国時代に使われ、旗による中国統一に伴う文字統一に伴い、駆逐される形で、使用減少し、後に消滅したと推測されている。 1950年代以降、調査スワエ墓から、ゴリハイ地区間が、高梁防山スワエ墓から、防山地区間が、河南信用町大観祖母から、信用地区間が、1973年には、馬王大観母から、膨大な白書が、1975年には、新母から、雲母水濃地畑間などが、次々出土した。これらはそれ以前の天書から霊書に変化する途中との、 推測がなされている。正確な解読に困難が大きい。解読困難な事例として、虎文字体が虎を想像するには困難なほどに異なっており、さらにここでの虎は一人称で使う我と同じ使い方をしており、字型の変化と虎を一人称の我と同じく使うなど、文字の使用法そのものが違う。ただし、類似した文字も多く、先生小文物局は、 現代の馬とよく似た馬の素文字をホームページ上に公開している。多くの出伝した文章、書物が記載されていると推測され、解読、研究が進められている。ありがとうございます。